薬屋の独り言第13の外定勤務見ていきたいと思います。字が読めないけど多分外定勤務のはずだ。続き、高級を解雇されただけどまたそこに戻るっていうか、なんだろうね、人士様がやってきたっていうあれで終わったからね、戻るんだろうな多分、わからんけど身分とかどうなるんだろうかな。なんか前回はね、その売られてたのを買われたみたいな、そんな感じっぽくなかった？でも今回は直接出向いてっていうあれがあるから、なんか多分変わったりするのかなっては思ったりしちゃったりするんだけど、どうなんだろうかね。まあ早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。 Twitter もやっておりますので、フォローお待ちしております。よろしくお願いします。多分なんかいろいろその前回高級にいた時とは変わったりするんじゃねえのかな、どうだろうかね。はい、それで D アニメストアで再生していきます。3、2、1スタート。お、オープニング変わってんな。黙って聞いとこう。アンビバレント。本編開始。第13は外定勤務。
一人で行くんだ。オープニングのあれ、親父か？わお、別人だ、こんなすげえな。
ああ、こいつか。こいつやん、オープニングのやつ。警戒が強い。ええ。なるほど。でけえな。なんだそれは。なんだそれどういうこと？あ、気持ち悪い。セクシー。セクシー。ダメですよ。
舌打ち。とんでもねえな。いやよね。めんどくせえな。煽る。程度すっか。グイナ。一人だけ気づいてるよな。なんかこの女なんか違うっていう。聞かれてた。
落ちてよかったんかな。どっちでもいいかな。いっぱいある。あ、見てんな。エンディングも変わんのか。俺エンディング好きだな。新しい習慣。なんだろうか、タバコの不始末なんかな。なんか前調べたことあるんだよな。あれなんか最後に渡しとったあれがあるじゃん。あれをね、円管っていうかパイプっていうかキセルっていうかをね、俺なんか前ちゃんと調べたことあるんだけど忘れた。なんだろうな。職場が変わったっていう認識でいい？職場が変わって新キャラが出てきたっていう認識でいいでしょ。またなんかこれからあるんだろうな。最後に。なんかね、あれ渡しとった描写はあったし。で、なんか次回予告で家燃えてるっぽい。燃えたんかどうかはわからんけど、まあ、ね、なんか多分そういうことなんだろう。なんだろう。乗客をまた六将館に連れて行こうな。でもあの5人のうちのあの1人のあのなんかなんとかの香りがするお姉さんだけはなんかちょっとマオマオに対してなんかんって思ってたね。さあ今後どうなってくるんだろうかね。よし、面白かった。終わり。もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、フォローお待ちしておりますが、概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックまでぜひ。ということで、薬屋の独り言、第13話、外定勤務でした。ありがとうございました。奈良に。